壁の向こうには海があると、アルミンが言った。海の向こうには、俺は何があると思ってたんだろう。調査兵団は鎧の巨人ライナー・ブラウンと超大型巨人ベルトルト・フーバーからエレン・イェーガーの奪還を果たした。だがその犠牲はあまりにも大きかった。作戦を遂行した調査兵団は壁内へと帰還すべく馬を走らせる。絶対にエレンを連れて帰らなきゃ。やっと壁が見えてきたってのに、ここら辺にはまだ巨人が残っていたんだ。立体軌道で木々の合間を移動しよう。そうすれば巨人にも見つかりづらいはずだ。団長は負傷していて指揮が取れない。今は極力巨人との戦闘は避けるべきだ。そのためにも木々の合間を抜けて立体軌道で迂回した方がいいと思う。行くよ。ライナーたちから奪還できた。あとは壁にさえ戻ることができれば。だけどなぜ巨人たちは僕たちを無視して鎧の巨人に向かったんだろう。まさかエレンがやったのか。104機は悪運が強いんだ。きっと壁までたどり着けるよな。悪運に頼ってる場合じゃねえだろ。生きて帰りたきゃ気を抜くなよ。負けるもんか。あ、巨人だ、助けてくれ。くそ、こっちにも巨人がいるぞ。手強い相手だけど、ここは僕が何とかしなくちゃ。勝つんだ。やった。残りも片付けてやる。ヤングを立てた。ジャン、お前怪我してんだろ。戦闘は俺たちに任せて下がってろよ。お前らなんかに任せてられるかっての。残りは1体だ。勝つんだ。やっとだ、アルミ。急いで壁を目指そうぜ。
だ。仲間からの救援要請だ。やるぞ。助けてください。巨人から逃げてるうちに隊列から離れてしまって。助かった。ありがとうございました。僕どうせだ。今回の作戦で熟練兵士の大半を失った。団長も重傷だし、これからどうなるんだ。負けるもんか。ミルはどうして自分たちのために生きようって言ったのに。ユミルの考えは分かりませんけど、今はとにかく帰ることに集中しましょう。壁まであと一歩というところで巨人に会うなんて。焦らずに、よく相手を見て戦うんだ。僕たちなら大丈夫。落ち着いて倒そう。やった。これでウォールローザまで撤退できそうだ。ライナーたちの目的はまだよくわからないけど、いずれまた戦うことになるのかな。死闘の末、ライナーたちからエレンの奪還を果たした調査兵団は、多くの兵士を失いながらも無事に壁内への帰還を果たした。巨人の正体が人間であること、クリスタの正体がウォール教の秘密を握るレイス家の子女ヒストリアであったこと、そして鎧の巨人と超大型巨人の正体。この戦いを通して様々な情報を得た調査兵団だったが、ウォールマリア奪還のために再び動き出した彼らを巻き込み、壁内の情勢は大きく変化していくことになる。兵士たちの戦いは人類の手に自由を取り戻すその日まで終わらない。そして人類の命運を背負う調査兵団、その一翼を担う104機の兵士たち、彼らの戦いが再び幕を開ける。調査兵団がトロストクへと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため、人目につかない場所に潜伏し、ハンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの硬質化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始のめども立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール教の司祭ニックが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばし、この事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをピクシス司令の兵舎に移送すべくトロストクへ赴くが、あまり団子になって歩くなよ。
逆に目立つ。エレンとヒストリアも普通に歩け。なんで王家の旗がこんなにあるんだ。あ、今日って王政設立記念日じゃん。年1回の特別配給がある日ですよ。気をつけろ、後ろだ。おあ、アルム、じゃなくてクリスタとエレンがまたさらわれてしまった。大丈夫か、あいつ絶対俺に似てねえのに。馬面なのに。中の様子はどうだ。急がないとアルミンの変装がバレてしまいます。そうか。足の調子はどうですか。悪くない。それより族の連中、あれはただの素人だ。なんでそんなのを使ったんだか。あとはお前らで十分だろう。俺はエレンたちの方へ行く。とりあえず奴らを抑えたらすぐに合流しろ。了解。それから念のために言っておくことがある。アルミンたちにも伝えろ。兵長、どうだ。道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。うん、その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気位が高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニファ、切り裂きケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃奴と暮らした時期がある。え、どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、奴なら平気で素人も使う。目標を集団でつける時は両斜め後方と見晴らしのいい高台。あんまり変わってねえな。ケニー！バキュリヴァイ、おめえと殺し合うことになるとはな。ケニー、
よりによってなぜ奴が憲兵に。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。とりあえず出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。中央の大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。見つけたぞ。もっと人通りの少ねえ道を行かねえと。リヴァイだ、やれ。待ち伏せ、あの野郎。リヴァイ、袋のネズミって言葉を俺は教えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。調査兵になったか、俺には分かる気がするよ。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのが精一杯でよ。世界はどうやら広いらしいってことを知った日は、さあ、あれは深く傷ついたもんだ。おっと、昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと。すぐに敵に見つかっちまうな。クソ、ケニーのやつ何人引き連れてきやがったんだ。別の道を行った方がいいな。止まれ。邪魔すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か。ああ、大いなる目標のためなら殺しまくりだ。
愛くねえやつだな。おい、ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。じゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぜ。時間は稼げたはず。もういいだろう。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。アルミン、ジャン。ダメだ、一度引く。エレン。トロストク市街においてエレンとヒストリアを奪われたリヴァイ班はやむなくその場を離れ、先に倉庫で捕らえた男たちに二人を奪還するための手がかりを求めるのだった。エレンらを誘拐しようとした者たちを捕らえたリヴァイ班は、実行犯がトロストクのリーブス町会の者であったと知る。作戦に失敗した紹介を中央憲兵は必ず始末しに来るだろう。そう踏んだ調査兵団は紹介に取引を持ちかけ、協力を約束させた。彼らの力もあり、調査兵団は2名の中央憲兵の捕獲に成功。中央憲兵への尋問の末、本物の王家はフリッツ家ではなくレイス家、ヒストリアの成果であると発覚した。元凶とかつてのライナーたちの振る舞いを鑑み、ハンジは王政がエレンを求める理由をこう推測する。知性を持たない巨人が巨人化の力を持つ人間を捕食すれば、随意に巨人を操る力を継承できるのではないか。そして王政はエレンの持つ巨人の力を奪おうとしているのではないかと。調査兵団はヒストリアのジップであり、壁の実質的な指導者であるロッドレースを確保すべく、そしてエレンとヒストリアを奪還すべくレース寮へと向かうことを決める。だがそんな時、リーブス町会が調査兵団に協力したと中央憲兵に漏れ、会長のリーブスがケニーの手により暗殺されてしまう。中央憲兵は彼らの殺害容疑を調査兵団になすりつけ、団長エルヴィンを連行。
尋問を執り行った。王の間に引き出されたエルヴィンは王政幹部の前で調査兵団の有用性を説いたが受け入れられず、エレンの陰徳によって人類の存続を脅かしたとして人類憲章第6条違反により死刑が言い渡された。しかしその時王の間に駆け込んできた兵士が重大な報告をもたらす。ウォール・ローズが巨人に突破されました。現在東区より避難住民が押し寄せてきています。ビクシュ司令にあることを委ねた。その時俺はただ見ている。選ぶのはお前だ。そして彼らだ。避難経路を確保せよ。急げ。住民の避難が最優先じゃ。ダメだ。ウォール・シーナの扉を全て閉鎖せよ。それはウォール・ローゼの住民を人類の半数を見殺しにするとのご判断でしょうか。避難住民を受け入れれば内戦が始まるだけだ。我々は最上位の意思決定機関である。さっさと動かぬか。できません。俺はウォール・ローゼの人間だ。扉の閉鎖は阻止させてもらう。私も加勢しよう。彼らの返事は意外だったかのう、ザックレー総統。いや、ちっとも。ザックレー、これは一体。先ほどの報告は誤報です。ご安心ください。貴様、何の真似だ。首謀者ならわしじゃ。ピクシス、こんな詐欺のような真似がまかり通ると。そう、もしこれが本当に非常時であったなら、あなた方の先ほどの判断こそ人類憲章第6条違反、さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。エルヴィン、お前の勝ちだな。ナイル、人類はより険しい道を歩まざるを得なくなったぞ。森に潜伏中のリヴァイ班は拘束した憲兵からケニーの姓がアッカーマンであることを知る。さらにエレンとヒストリアの居場所を聞き出そうと尋問していたところへハンジとモブリットが現れる。そして彼らからクーデター成功の知らせがもたらされた。お前から預かった部下を死なせてしまったな。すまない。でも仇の鉄砲どもは君らで無力化したんだろ。いや、全部じゃねえ。その親玉とエレン、ヒストリアはまだ別の場所にいる。それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。これはエルヴィンから託されたレイス教領地の調査報告書。5年前レイス家を襲ったある事件について書かれている。そう、ウォール・マリアが破壊された日だ。その日の夜、盗賊の襲撃によって村の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことにその夜は
レイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。ロッド・レイスを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。ロッド・レイスは家族を失った直後に突然ヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。ハンジさん、二人の居場所の心当たりって。私が気になったのは礼拝堂が全壊したところにある。盗賊ならトルモン取ってさっさと逃げるべきだろ。もはや巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値はある。分かった、その礼拝堂を目指そう。了解。エルヴィンの働きを経て現体制の崩壊が宣言された。それは王と行政区を兵団組織が制圧した直後、彼のために用意されていた処刑台の上で行われた。人類を思い、あのまま王政に託すべきでした。彼らには今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人より人類が尊いの。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかしだったらなぜそうしなかった。それは私の理由を言おうか。昔から奴らが気に食わなかったからだ。君らがやらなくても私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。大した悪党だろう。しかしそれは君も同じだろう。君は死にたくなかったのだよ。私と同様、人類の命運よりも個人を優先させるほど。君の理由は何だ。次は君が答える番だぞ。自分はとんだ思い上がりをしていたようです。私には夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいよう記憶を改ざんされた。それが父が唱えた仮説です。シガンシナ区にあるイエーガー医師の家の地下室、そこに巨人の謎がある。そうだ、我々はその地下室にさえたどり着けば巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。いつか父の仮説の答え合わせがしたい。それが私の夢なのです。
始めるぞ。分かってます。行きましょう。救援要請か。無視はできねえ。あの巨人は新兵の手に余り、やるか。片付ける。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。